ヒルナンシアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。4億4520万年前から4億4380万年前にあたるオルドビスキの最後の木である。前の木は後期オルドビスキを3分した中期であるカティアン。次の木はシルルキの最初の木ラッタニアン。日本語ではヒルナントキとも呼ばれる。ヒルナンティアンは 寒冷な時代であり、当時の南極点付近に位置していたゴンドワナ大陸からは表彰の存在が確認されている。ヒルナンシアン海は1933年に BB バンクロフトが導入した。バンクロフトが提唱した際、ヒルナンシアン海にはヒルナント石灰岩や関連する堆積層が含まれた。これらの類層はオルドビス系堆積層のごく最上部に位置し、 万足動物や三葉中その他硬い外骨格を持つ動物を含む動物賞が支配的であった。1966年に D.A. バサットとハリー B. ウィッテントン及び A. ウィリアムズはロンドン地質学会の学術雑誌でヒルナンシアン界の調整を提唱した。これによりヒルナンシアン界はヒルナンと石灰岩を一部に持つ 4RY デナズ。 レーガンの全てを含むまでに拡張された。この拡張により、ヒルナンシアン会は、現在の範囲に至った。国際総縦委員会は、当初上部オーリドビス系を2つのキザ橋に区分していた。しかし膨大な調査の後、上のキザ橋を一つにまとめられるような、動物群衆は何一つ存在しないと断定され、2003年に、公式の国際時代区分にもう一つ会を加える、ことが決まった。 この会は、バンクロフトの提唱にちなんで、ヒルナンシアン会と命名され、2006年には、オーケワン村セクションが、ヒルナンシアン会の公式の国際標準模式相談面及び地点に定められた。1G1 セクション GSSP の位置を示す中国の地図。ヒルナンシアン会の GSSP は中華人民。 共和国国多省偽証市の 42km 北方の大桶湾村セクションである。これは五宝類層の路頭でラングマチ類層の上に存在しており、前者の層にヒルナンシアン海の規定が含まれている。いずれの層も主に結番とチャートから構成されている。規定は筆石の種ノルマレグラプトスエクストローディナリアスの当該セクションにおける初出現で定義されている。 二次的な指順化石は、境界の 4cm 下に算出する、ノルマレグラプトスオイションシート、39cm 上に算出するハーナンティアンコーナである。オルドビス紀の大量絶滅は、ヒルナンシアン紀の間に2回に分けて発生した。一度目の絶滅事変は、ヒルナンシアン紀の初頭に起こり、氷床の形成に伴う解体と、その時期が一致している。度目の絶滅変は、 中期に起こり、表彰の誘拐に伴う改心と時期が一致している。一度目の絶滅事変では、筆石が二度目の絶滅事変では、筆石の生き残りや湾足動物といった、そこ生成物が打撃を受けた。なお2020年には、中国雲南省永全県に分布するオルドビス系とシルル系の完全に連続している境界面を分析した成果、 オルドビス期末の大量絶滅は4億4310万年前から4億4290万年前までの20万年の間に発生したと発表されている。この大量絶滅に関連して当時の地層で鉛やヒ素や鉄といった元素が豊富でリビア砂漠ではプランクトンの奇形も通常の100倍以上の頻度で確認できることから海洋の不栄養化により 海中の酸素が減少して、有害な金属イオンが海中に溶け込んだとする説が挙げられている。日本の東北大学などの研究では、中国とアメリカ合衆国の同時代の地層から高濃度の水銀が検出された。当時に起きた大規模な火山活動で水銀が大気中に放出され、火山に由来するエアロゾルが気候の寒冷化そして、 表彰の発達に寄与したと考えられている。地球外に大量絶滅の原因を求める仮説もある。2005年にアメリカ航空宇宙局とカンザス大学の研究者は6000光年以内で起こった超新星爆発に由来するガンマ線バーストが大量絶滅の引き金となったという仮説を提唱した。スウェーデンのダーラナ県から産出するボーダ石灰岩には ハーナンティアン・ホーナに含まれる特徴的な三葉虫とワンソク動物が産出しており、種レベルで明確に区別される ACD 群衆と全域的な B 群衆が確認された。このうち B 群衆と C 群衆は、他地域との比較からヒルナンシアン海の化石と判断されている。同種あるいは禁煙種の化石は、イギリス、エストニア、カザフスタンなどでも知られている。 中国貴州省の暮れない花園セクションは、標高1300メートルの山の中原に、総圧16メートルで横たわり、中国における、同時代の地層では最も堆積速度が速い、すなわち最も厚い記録を持つ。この地層により、旋回域でも黒色血岩が堆積したことが示されており、オルドビスキシルルキ境界に特徴的な炭素同位体比の性シフトも示す。 深海域のセクションとの比較研究が要される。ありがとうございます。